おはようございます。小木人です。定例の土曜日ですね。網木道さんも盆の羊さんもおはようございます。9時30分、今日はちょっと遅めですけども、土曜日の定例のライブ配信を始めたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。チビがね、なかなか起きやんかったから、ようやくやつらも起きてきてダラダラとやっておりますけども、ウィズアルファさんも久保さんもおはようございます。伊藤千恵さんも ありがとうございました。後で来ますよ、あいつうるさい。正彦さんもおはようございます。展覧会のね、すみません、告知ですよね。展覧会、あれちょっとよくわからなかったんですけど、なんか音楽となんかの融合の展覧会、ちょっとこう文章だけ読んでても僕はにはちょっとなんかどういうことかなと。メールどこ行ったかな。また再度ね、告知させてもらえたらと思うんですが、その写真をもう昨日消してしまったかな。あ、消してしまったな。ごめんなさい。今日はですね、桜もぼちぼちですね、もう早来いと。もうめっちゃ寒いんでしょ。こっちはまあまあ普通です、九州は。まあなんか寒いけど、まあまあまあって感じ。昨日はなんか風冷たくて、あえらい寒いな思ったんですけど、普通です。皆さんとこ雪は降ってるんですか？まあまあですね。よいしょ。で、まあパースを間違わないということにしておいたんですけど、パースってこう透視図法的なパースというのと、まあ、普通にパースペクティブって遠近法という略なんで、まあ、遠近法ですね。遠近感を間違わないということだけですけど、手前にあって、後ろにこの古民家があるという状況を過去にもこれ書いたかもしれんなと思って、もさすがにも4年も経ってくると、若干覚えていないところもあるんですけど、違う絵で描いたか、まあ、油絵ではこれ描いてるんですけど、こちらの方を描こうかなと思っております。で、今日は、ウォーターフォード、キリンレモンさんも、ウッドフタバさんも、アケミンさんも、ウッドフタバさんこんばんは、赤坂さんもおはようございます、ユウさんもこんばんは、 J 渡辺さんも、クルクルホイルさんも、ウォタニさんも、スマイリーヒロミさんも、スマイリーヒロミさんも良かったですね。ちょっとこうハルモネアをどう使っていいかわからんみたいな感じだったけど、良かったですよ。日光評価への昨日無事また鬼のように全て取り終えまして、はい、もう全て取り終えて今日を迎えております。よいしょ。赤坂さんもあれ出すんですよね。もしあれやったら文章あれ書けたら、ここに、コメント欄に、ね、メンバーの方やし、展覧会の告知を文章で書いてもっていいですよ。そしたらもうまた読みますし、そういうのも遠慮なくこちらに、メンバーの方も使っていいですからね。遠慮なくこう展覧会ありますというのあれば、もしメンバーの方限定ですけど言ってもっていいですよ。で、ちょっと鉛筆で下書きをしていってます。まあ、普段もうちょっと薄くするんですけど、今日ちょっと 2B で、ちょっとなかなかこう色が出ないので、こちらでやっております。ニコさんも、こんにちは。キリンレモンさんも。キリンレモンさん、昨日の森のあれ、ジャバジャバでしょ。今日のにはちょっとやめといた方がいいかなと思って。ちゃんまこさんもおはようございますと。横浜の M さんも。東京は昨日は早朝は雪、今日は雪じゃないんですか。なんかね、えらい大変みたいですね。まあ案の定また次は弟が風邪ひきまして、お兄ちゃんはね、何日か前風邪ひいて、もうしょっちゅうなんでね、皆さん大丈夫ですよ、心配しなくてね。もうこちらも慣れっこなんですけど、病院に連れてってお兄ちゃんは、それがまあ当然のごとく弟に移り、ここに私の当時の愛車がありますね。のりおっちゃんさんもおはようございますと。昨日の森のやつね、あれ面白かったでしょ、ジャバ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 とね、してるとか、ちょっと動画がなんかこう結構溜まってきてて、ちょっと立て続けになんかあれになってしまいましたけどね。ま
あ写真見ながらか言ってたらそんなにこうパース狂うことはま大きくはないと思うんですけどね。で今日ウォーターフォードのアラメというやつを使ってます。まあ、僕からするとウォーターフォードのアラメですね。アラメって書いてます。12枚閉じ F65 サイズ。僕からするとなんかこうやっぱ ある種のアラメ使ってるとそんなに荒く感じないなというのが現実で、やっぱある種のアラメのガッサガサした感じが一回こう体現してしまうと飽きませんわね。飽きませんねと。桜どうやって描こうか考えんな、迷うとかやな。あ、北海道さん久しぶりやん。 MM さんもおはようございます。コージ N さんもおはようございます。コテツさんもおはようございます。 MM さん、MM さんちゃんは北海道さんもう終わった、君の季節はもう終わった今年もなんとか生きながらえたな。たまにこうニュースとか見てたよ。ね、知床の山で中年男性遭難、熊に食べられたかとかね、そういうニュース楽しみ、楽しみちゃうわ、期待ちゃうわ、してたんやけど、心配してたんやけど大丈夫っぽいねあれ消しゴムは、よいしょ。お、ペインターリエコさん、あれかな、もしかして、違うか、リエコさんか。ありがとうございます。メンバーシップになっていただいたのかな今。ありがとうございます。もう本当にね。ちなみに今日明日の夜ですね、日曜日かな、日曜日の夜はちょっとすごい短い6分ぐらいの動画なんですけど、よかったら見てください。特にメンバーの方は極力、もうここで言うときます、メンバーの方は極力見てください。たった6分なんで、ダラダラとしながら見てください何かする何かの動画をちょっと撮りましたので、お兄ちゃんが幼稚園休んで暇や暇やと言うから撮った動画がありますので、よかったら特にメンバーの方はね見てください。今なられた方は無理ですけど、おとついぐらいまでにメンバーになってた人には何かがということで、笹葉さんもおはようございます。笹葉さんもあれかな、 LINE ってやられてるかなごめんなさい、ここで業務連絡をしてますが、今日のキリンレモンさんの絵、教会の絵が出てました。近所の風景が出ると、あ、そうなんや、赤坂さんのあの近くなんですか、キリンレモンさんの絵あれってね。ちょっとここにくっつけようと思ったんですけど、もう取れてしまったんで、ちょっとカタカタワンチン言うかもしれませんが、あれどの辺だろうな。日の出町というところは結構僕は行ってた、1年に1回遊びに行ってましたけどね、一緒に働いてた人が日の出町のあれやったからお住まいで、1年終わるといつもそこで、その人のお宅で宴会やってましたけどね。ピュー、ウォーターフォード若干ね村になるんですよね。まあこうなんか ある種の方がなんかあんま村ならないのはなんでかわからないですけど、ちょっと村なることがあるんですけどね。よいしょよいしょ、ちょっとこう斜めにしときますね、こうね。下にいろんなもんがあるな、下にいろんなもんがあるな。よいしょよいしょ。ねえ、鳥山明さん亡くなったのね。本当ドラゴンボール、まあ、その前のドクタースランプからの私たち世代のね、みちみちさんやら赤坂さんやらエボンの羊さんはもうちょっと僕らより若いかな、世代の40代、50代男性たちにとっての本当大スターですもんね。もうあの時代のジャンプを本当にこうね、68とか言ってましたもんね。まだこう私の YouTube はだいたい平均年齢今165歳ぐらいなんで、あれですけど、68歳って言ってましたっけね。お若かったですよね。ちょっとこう今ですね、ドラゴンボールが始まったのが私は確か小学校何年生だったかな、3年生ぐらいかな。北斗の拳がなんか2年生ぐらいだったりとか、
キャプテン翼も多分3年生とかもう一番ジャンプを見て170円でしたよね、私たちの時は。で兄貴とこう小遣いが小学校200円とか1ヶ月やけど、兄貴は300円でとか400円とかで170円を買いに行く人は80円、買いに行かない人は90円という、うちは兄貴は兄弟1個上にいるんですけど、そんな風にちょっと白ですね、これは、オペラ兄貴とそんなんで、見合ったりして、大喧嘩いつもしてました。早返せとか言ってですね、もう私たちの世代はね、ジャンプ今も黄金期かもしれないですよ、わかんないですよ、僕らからすると絵の葉すごいね、こう、オペラを入れてってます。絵がすごい。こうあとは何やった、キャプテン翼、ドラゴンボール、ジョジョとかがもうちょっと後に始まったんじゃなかったかな、 4年生ぐらいの時かな。ちょっと適当に喋ってますけど、漫画好きな人からするとね、ふざけんなって怒られそうな、なんかね、スラムダンクの頃にはもう僕はあれでしたね、見てなかったですね。ワンピースの時にはもうすでに見てないですね。ドラゴンボールのもう後半戦いまくってるシーンはもう見てなかったですね。アキラの方に行ってましたね、ヤングマガジンに行ってましたね。皆さんにとって好きな漫画はございますか？ちょっとピンクとね白を入れたような、ね、まあ世界に漫画とかアニメとかを広めた第一人者の一人であることはもうね間違いないし、どれだけ日本に経済効果を生み出したかっていうことはね、もう岩はがまあももがな、えもうね、そんな感じですよね。ちょっとこう奥行きを出すために、まあこちらの方も奥でもっと前に出すということをしっかりできるかどうかですね。あとはここの森とかが結構エッジが強いんですけど、写真の中ではでもこうこれをそのまま描いてしまうとどないなるかなっていう感じで、もうちょっとこう考えてやりましょうやっていうことでございます今日はね。ちょっとねやっぱ髪の波打ちが強いからなかなかこうムラなくやるのの難しさありますよね。そうタラコさんも亡くなってましたね、亡くなられたって言ってなんかね、一つのなんか漫画とかあれを支えてくださった方々がね、なんかこう、うん、まあ、地上波で今、まあんまりやってるんですか漫画って、僕はもう見ないですけど、昔はね本当になんか子供の頃はタッチとかやってましたもんね。タッチと日曜なんとか劇場みたいな、何やったっけ、若草物語みたいなやつなんかやってませんでしたあんま記憶してないけど、よいしょよいしょ、まあ、しかしさん、子供の頃少年ジャンプ毎週楽しみにしてましたね、ジャンプ毎週楽しみしてたよね。なんか懐かしいよな。本当になんかいいある意味いい時代よね。情報が限られてるって、なんかこうね、みんな同じ情報をこう共有するっていうのは、もうみんなジャンプやったし、ちょっとこうマガジンとかは小学生の時いなかった。僕の周りあんまいなかったな。基本も情報がこう限られているというの、共通の会話がね、まあ、それに入れん子はなんか辛かったかもしれんけど、なんかね、今思えば情報がすごいこう限られている時代ではありましたけどね。よいしょ。今岡由紀さん、おはようございます、ありがとうございます。稲葉さんも、ある種は髪の凹凸にあるためにシミになりにくい、凹凸のやっぱ強さやからなんですね。ちょっとねこういうとこもちょっとムラっぽく、こうかなりこう立てれば違うんかもしれんけどねまあどんな髪でもね、なんか楽しく描ければいいかなといつも思ってますけどね。杉若さんも、あ、名古屋の大スターよね。もう本当かどうか あれはなんか空港から道一本通したって本当なんですか？そういう都市伝説がありますけど、
ね、と空港から一本、納税者ランキング、あの全国のねあれで30何位とかに入ってたんでしょいろんな企業の社長とかも含め、めちゃくちゃですよね。で東京とかに行ってほしくないから空港から道を作ったみたいな都市伝説があったりしますけど、名古屋の人なら知ってるのかな。よいしょ。今日は透明水彩ですね。昔はなんか納税者ランキングでなんか結構細かい個人情報出まくってましたもんね。昔ね、私の知り合いなんかも佐賀県でね第何位とか入って、なんか20年ぐらい前まで乗ってた言ってて、セキュリティゆるゆるな時代がね、まあ僕ら世代からするとな、そんなねあれでしたもんね。プロ野球年間とかにあの住所載ってましたよね、野球の、野球選手の何回の選手の住所とかも載ってて、この辺なんやとか言って、当時は Google マップなんかないから一生懸命なんかね地図とか見て、何回の40歳でホームランを取った人がいるんですけど、皆さん知ってますかね、住所が奈良の、おここなんやとかね載ってましたよね、なんかね。北の小指さんもおはようございます。お絵かき教室行ってきます。成績桜ヶ丘ショッピングセンター5階、連絡ブリッジギャラリーでスケッチ300水彩画展が開催されます。あ、キリンレモンさんも4点出品してますので、これ何ていうの、幼いかな、あ裏公園とかかな。成績桜ヶ丘ショッピングセンター5階連絡ブリッジギャラリーで、現在もですかね、いつまでとかもしあったらよかったらですね、キリンレモンさん、もう こういうの全然こういうとこで告知してもうていいですよ。僕読みますからね。星印とかつけてもうたらよりこう気づきやすいので、特にメンバーの方ね。SNS が流行り出した時に、まあ私はなんかこう、Facebook とか早いうちにやってて、まあまあ登録者とかいて、案外コメント欄でね、その、自分の宣伝とかされる私の、ページのコメント欄とか宣伝されると方とかいて、ある時からやっぱりそれは不文律で、それはあかんやろっていう風になりましたけど、昔は結構ありましたもんね。ん？何やこれとか思いながら、今はなんかね、そういうのはなんか不文律でやったあかんやろみたいな雰囲気はもうね当たり前になりましたけど電話帳に家電電話出てましたよね。ほんとほんと。え、杉沢さん、空港からその都市伝説は存じ上げませんが、ありえないことではないですね。ねえ、昔の名古屋空港って話でしょうね。セントレアじゃないと思うんですけど、セントレアなのかな？名古屋空港の方かな？なんか一本道走ってましたけどね、空港から僕が、通った、送ってもうたんですけどね。工事 N さんに。ずーっと一応なんか一本見ちゃったような記憶がありますけど、あの途中やったんかな、わからん。ちょっとね、上の方が乾いてくるのもちょっと乾かしてしまう。でも乾かすとね、なんかすごいムラっぽくなるから、この辺バランスが難しいですよね。乾かしたいところなんですけどね。今日もちょっと騒がしいってすみませんね。うっさいですけど許してください。少しこう手前とか、あたりとかは少しザクッとこう書きながら、3月の7日から12日までということなんで、今日は何日だったっけな、火曜日ぐらいまでかな、水曜日ぐらいまでかな、ということだそうですので、よかったね、成績桜ヶ丘近辺の方、行かれてみてはどうでしょうか。
成績桜川って世田谷区やったっけ。もう私も東京住んでたのも20年近く前やから全然覚えてないな。厳密に言うと東京じゃないです、すいません、埼玉県です。埼玉県の所沢に住んでました。一時ライオンズファンになりましたけどね。もし質問あったらしてください、遠慮されずにしてください、質問を減らしていくために始めた YouTube なんで、質問が減ってくることは非常にありがたいことですが、喋るネタも何もなく。この間うなぎ食うたよぐらいの話かな。皆さん死ぬまで最後の晩餐って何食べたいですか。そんなアホみたいな話していいですか。何食べたいですか。意外と僕はうなぎが上位ランクに来るなという話を、もう本当にそんなつまらん会話をしてましたが、上位ランクに来るなと、あとはカニかなやっぱりと言いながら、食うてましたが、皆さんは死ぬまでに何が食べたいですか。個人さんもダメですよ。もう野菜ってなってますからね。もうダメですよ。お答えできません。残念。個人さん、野菜一択ですのでね。ちょっとここが乾いてからもうちょっと進めたいなと思うんですけど。よいしょ。無料で人通りも多いので、アートライトさんは成績桜丘に住んでました。あ、たましか。山崎優子さんもおはようございます。一郎さんも名古屋空港近くですし、セントレアではないですと。僕も一郎さんのね、家知ってますよ。もう絶対にもう一回行けって言われても、なんか行ける自信がちょっとあるな。前を通らせていただき、ありがとうございます。ストーカーじゃないですよ。たまたまちょっとね、ご近所さんの知り合いが寄せてもらいました。まあ、松井秀喜さんの家とかもね、今あれになってますもんね。ちょっとこう何あれに記念館みたいになってますもんね。確か一郎さんとかもなってましたが、多分調べたら誰でも分かるんじゃないかなと思います。まあ、私を空港から送ってってくれた人はもうすっごい豪語してました。俺は子供の頃一郎君に野球教えたのは俺やーっつってめっちゃ豪語してましたよ。誰が送ってくれたかとかはね、もう言わんときますけどね。はい、俺が教えたんやーっつって、振り子打法は俺が教えたんやーって言うてましたよ。メジャーでは通用せんって言うたのも俺なんやーって言うてはりましたよ。すごいですよね。おめでとうございます。適当なことを言ってます。早く春よ来いということで、開花予報は19日とかあと1週間ちょっとぐらいとかなんかな。九州でも確か18、19とかなんかそんな感じで、意外と関東とそんなにこう差なかったような気がするんですけど、確かね言うてはりましたよ。俺が教えた振り子だ方は俺が教えたよちょっと、ほんまやぞちょっと言ってましたよ。まあ、その方野球部じゃなかったと思うんですけどね、わからないですけど。ふふふ、前田さんもおはようございます。ふみさん寿司ですと。野菜とウイスキー、すき焼き、あーすき焼きもあらないね。ねえ、あゴリオンマンさん質問です。絵筆の金具の先からくるくる回る秒ですと。ボンドでくっつく、あここがくるくる回るということ、あんまり怒らんな。あんま怒らんな。こういうのちょっと安い筆は若干何度か起きたことあるけど、あんま僕起きたことないですね。なんかこうあれペンチかなんかでギューッとここ固くすればいいんじゃないですか。それでボンドかなんか止めればいいんじゃない。ごめんなさいね、質問性とか言っといて。いや僕はなんか確かになんか何本かあったけど、このちょっと安価な筆はなんか起きたような記憶あるけど、まあ安いからそんなもんしゃあないわなと思って、なんとも思わずにスルーしました。ちょっとやっぱ乾かします。なんか思いましたね。
よいしょ、すみません、ね、何もないのもあれやから、西房先生の 80% ぐらいまで行ってましたね。なんかね、もう一歩もう一踏ん張りって感じなので、よかったら西房先生の興味あられる方、ぜひぜひご協力いただけるという方おられましたら、クラウドファンディングの方ですね、していただけると。で、後ろのこう、このこれ杉かな、なんかやな、まあある程度こう強くこう書いたってもええかなと。ただやりすぎるとあれなんで、まあこれぐらいまず置いてみて、グググググググと。で、桜のこの木の周りとかもね含めて、で、あ、ちょっと濃すぎるな思ったら、少しこう不透明系の色とかを少し差し込んでみたりとかして、今日もラフィーニを使っております。私結構宣伝してるような感じになってますよね先っぽがだいぶね弱ってきたんですよね先っぽちょっと弱ってきてるんですよね。絶好調の時に比べると少しね、なんか今2割8分4厘ぐらい、当時はもう4割打者ぐらいめちゃくちゃ調子良かったんですけどね、3割8分ぐらい打ってた記憶があるんですけどね、こうちょっとずつ最近ちょっと弱ってきて、先っぽが2割8分から2割7分ぐらいの感じになってきてますね。何のことっていう感じですけどね、野球に例えてみるならね、調子の良し足をね、始まりますね野球もね。よいしょ、本当にもう我が母校甲子園行かんかな絶対応援行くのにな、くっさ、一回惜しかったのにな。田舎の公立高校やからお金 ないやろうけどね。まあこれぐらいこう強めにグッと置いてあげると。伊藤徹さん、筆の付け根が金属なら温めた状態で絵をグッと突っ込むと、お、確かにこう中にボンドかなんか入っててそれが溶けてってことかな、ね、もうズボンと抜いてしまって、あのボンド流し込んだようなことをしたことはあるようなもうなんかあまりにもこう結構ねダイナミックにやったような記憶はありますけどね。で、後ろはちょっとこう、まあ、これぐらいのこうコントラスト強めに描いてあげてもいいかなと思います。で、隙間を少しこう描きながら、桜に関してはね、やっぱりこうこのピンク色とか、あ、白とかは残しつつ描いていこうかなと思ってます。やっぱ桜の動画上げるとね、視聴回数伸びるんですよ。下世話で申し訳ないけど伸びるんですよ。もうね、それはね、もうそういう時は乗っかっとかんとと思うんですけどね、伸びるんですよ。やっぱね、伸びやんとね、なんかね、作っててもね、なんか若干こう気持ちがへこんでいくもんでね、まあそこまでそうでもないんですけどね、僕は淡々となんか楽しく作ってるからまだいいんですけど、よいしょ、グッと、甲子園を行ってほしいですねと。まあ、しかしさ、ラフィーに私も購入して楽しんでます。お、耳、まあ耳メー、まあ、メールか、耳メール、立花さんかな、おはようございます。あ、おにぎりが食べたいということで、何がいいですか皆さんは何がいいかな。いや、北海道で食うた、泥ラーメンも気になるな。あれももう一回食うてみたい気がするんだよな。今度食おう泥ラーメンって泥ラーメン、元気ですね。でかい声でビチパチク言うとりますわ。
まあ、少しこうなんかいろんなところがにじみあったりしても、それは透明水彩の面白さやったりすると思いますので、僕なんかはこの辺は最近こうあんま気にせず、塗り絵みたいにならないようにしながらして、描いていくことが多くなってます。まあいろいろね、描き方も変えてったり、自然と変わってったりしてます、僕の場合は。で今日はウォーターフォードという紙を使ってます。ある種使いたかったんですけど、新品しかなくて新品あげるの嫌やなと思ったんで、ウォーターフォードまた残っていたので、ウォーターフォードに今日はしました。なんか旅とかね、行く時にね、なんか新品あげたいなと思ったりするんですよね。よいしょ、まあ、塗り残しながらですね、ピンク色のですね、書いててます。筆くるくる病はね、なんかね、ボンドによって、チリによって水や溶剤に溶けてしまうことがあるので、接着剤は使わない方がいいと思います。ああ、そうなんですか。僕はなんかいつもチビのおもちゃとかすぐぶっ壊れるから、いつもアロンアルファを常備してますけどねもうすぐぶっ壊れて、ね、フィギュアの足壊れたとか、あーとか言うから、もうすぐもうアロンアルファバーッとぶっつけて、今手術中やからちょっと待っときちょっと、今入院中やから明日まで触れへんでとかっていう風にしているので、いつもアロンアルファがその辺にいつも常備されてます。もうすぐやりよりますもんね、もう雑やからね。右の方の桜は、ソメイヨシノかね。左の方は何ですかね、こうしだれ桜みたいな、ちょうどね。ちなみにここのご実家の主というか、結構有名な、皆さんも絶対知ってる企業の創業者なんですよ絶対知ってる、絶対知ってる企業なんて日本に10社ぐらいしかないでしょ。共同でかなんかで書いてあったかな、ウィキペディアに載ってたんで、ウェーと思いましたけどね。皆さんが絶対知ってる企業なんか多分20社10社ぐらいしかないと思うんですけどラフィーニは何号ですか。これね、よう使ってるのはこの9-4って書いてる、9-4なんかよう使ってます。稲葉さんは魚沼さんコシヒカリにとろろとナスのぬか漬けと豚汁、ああ美味しそうやねゆずみかさんは書道の筆はビニールテープで巻いてました。皆さんいろいろですね、いろいろ今いてはりますね。さてと、でまあ奥の方少しこう、出来上がってきつつあるというか、まあ少しこうね、一層目が終わってきつつあります。よいしょ。で、まあ、この辺はもう本当にこう筆使いみたいな、ちょっとすみません、ウルトラマリンブルーが全然ない、ワイルドめんどくさいのでこんなでかいの買いました。ビャーね、ブリーンと出しました。ドリドリママさんもおはようございます。いや、めっちゃ今日いい天気や、こっちすげー晴れてる、ものすごい晴れてる。ウルトラマリンと、まあ、バーンとシェンナとか、バーンとアンバーぐらいかな、でっかい筆絵の具ゾーンを作ったんですよ。それでもガンガンなくなっていきよるね、僕の使い方が。うわ、固まってきた、やばい。こういうちょっと固まってきた透明水彩絵の具を柔らかくする方法あったら教えてくださいニラバサあたり知ってそうな気すんな。ガガ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 ガでもちょっとここだから変えて、木の位置変えてます。もっと右の方ですけど、ガガガガガガ、書道のごとくガガガガグリグリグリ
うわ、うるさ。うるさ。で、でっかい声で。ねえ、聞こえたんですか皆さん。すごいですよ。賑やかでいいですよねっていうのとうるさいは違いますからね。もう絶対にもうめちゃくちゃうるさいっていうのが僕からすれば。今はもうクリーピーナッツのバンバンビンビンみたいな歌ばっか歌ってます。どこでああいうのをこう幼稚園児は覚えてくるんですか。幼稚園で覚えるんですか。知ってますか皆さん。ねえ、こっガッと出てきたでしょ。ガッとガッと。で、ぎゅーっとこう書きすぎないで、桜のこう、あの花が前に来てるところとかありますので、ぎゅっと書いてあるところ、そういう見えるところはそう書いていいんですけど、ちょっとこう桜の花とかが枝より前に来てるところとかもありますので、そういう意識でこう書いてあげやんと、まあ、例えばこれやったら花の先端の方に結構こうついてるから、その辺はこう先端の方は木のね、書いて、幹に近い方は少しこう長い線にしてあげるとか、もうこういうところは本当によく観察することですよ。もうまず観察、書き出しの前の段階とかで、観察とかしてあげて、ですね、でこのぐらいの段階でこうね、前後関係としてはガッガッと出てきたでしょ。こういうのをパースとか透視図法のパースっていうか遠近法ですね。少しこうね、粗めのせっかく紙使ってるからこうかすらせたような表情とかも使いつつ、下の絵の具が乾いてないね。ここのこう、こっちの木もそんなにこうここまで太くないけど若干太めにしてます。なんかこっちと釣り合うようにしようかなと思ってます。かわいい、かわいいから。まあ、かわいいけどね、まだ全然かわいいけどね、もう本当に2歳ピーク説っていうのはありますよね。弟がやっぱ僕はもう今めっちゃ絶好、かわいくないって怒りますよ。後でやってみましょうか。かわいいねちょっと言うたら、かわいくないって言ったら、かっこいいだよって言いますからね。皆さんかわいいかわいいって言ったってください。それ僕読みますから、かわいくない、かっこいいでしょって言って怒りますよ。かっこいい方がやっぱね、いいみたいですね。どうも男の子っぽいですね。なんかね、そんな男の子っぽいとかっていうのも言うたらあかん時代か。ややこしいね。ややこしいね。何にも喋らん方がええやろね。チューブの色はほとんどパレットに出し切るようにしてます。あ、そうなんやな。アニメの主題歌になってるんですね。あ、そうなんや。幼稚園児がクリーピーナッツなんて渋いでしょ。クリーピーナッツとか聞いてるんですよ。クリーピーナッツのなんちゅうだったかな、なんかね、なんかのアルバムの3曲目かなんかを聞かせたら、必ずお兄ちゃん車でもう必ず寝てたんですよ。で、お兄ちゃん1歳ぐらいの時とかもなかなかこう寝えへんから、僕がこう、あの車でこうちょっと連れ出して、ちょっとね、こう、連れ出して、走ってて、で、もう1曲目終わって、2曲目始まって、なんてアルバムやったかな。必ずその曲の途中で、何やったかな。iTunes で買ってるんでね、あのこう流せはしませんが、何やったかな、まあ、必ずその歌、今日もやってみようかな、どこか行ってしまった、必ず。よいしょ。このぐらいやったらなんかこことそんなにこう相違ないので、まあ、こういうところも、今の段階で乾かんうちにね、ちょっとここ光ってしまってるかもしれないけどね、光ってちょっと暗くこうですね。おそらくこう稲葉さんのあれやったらこのサイズのあれでしょ、チューブやったら出し切るっていうことでしょ。僕なんかはもうでかいの使ってるから出し切ったらパレットがあれしてしまうのでできないんですよね。
で画面こう全体見ながらこう進めていって、こう前後関係とかがある程度こうできてるなっていうことを確認してください。こういうこう段階で、もう投資図法的にはある程度こう問題あれへんかなということをやっぱ確認しないといけません。もうこの段階で前にあるっていう風に見せて、で 中継のこの辺りとかも少しこうですね、後ろと比較してもっと前っていう感じをちゃんと意識はしてあげるという途中段階でもですね。だから画面こう全体見ながら書かんとできないんですけどね。ネギかな。ここになんかブルー透明のシートあるけど、これどないしようか。もう書かん方がええかな。なんかね、初めての方も遠慮なく質問してくださいね。100回記念のアーカイブ拝見して、先生も苦悩の時期と通り抜けられてきた。なんかありましたっけ、そんな何やったっけ、 あれかな、メンバー限定に残してるあれかな、100回記念 の鬼公評会の自分の絵を話してるやつかな。そんな感じかな。1200本も上がってたら何の話かも全然自分でも分かってないですよいけとか言って、少しこうラフには描きつつも手前ということで、描いていきます。どうしてもなんか白い絵の具が見つからないんですよね。ちょっと探しに行ってきます。あれ、よいしょ、ちょっとドライヤーで乾かします。以上、すみません、ないわ白があれへんわ、白あれへんわ。質問です。色によるパース、表現で遠方にはどのような色を使いますか。まあ、なんかちょっとくすませたりするのが一般、まあ、空間金法の場合はだいたいくすませていくことが一般的です。だこれぐらいこうある程度の円形になってくると、若干の空間金法、ちょっとだからこれ途中で白ポンと入れたんですよ。で空間気泡じゃないときは周りとの色との対比ですよね。どちらかというと対比によって、そんなにこう距離感がないものの遠近感を出すときは、周りの色とコントラストを弱めていくというような感じです。だから具体的にはこの色とかあの色とかっていうことではないですけど、若干サイドを落としてあげたりするといいかなと思います。ないない、
コスターカナの城、あ、合詞の城やったらあるか。なんでやれへんやろな。始まる5分前から探し出したんですけどもうポスターカナ、あ、固まってる、これわかんな、ガンガン捨てていいかな、ね。ちなみにちょっと用を使うなと思われる色、でかいの買ってるのをね、これはイエローかコンポーズブルーも若干でかい。ビリジャンはそんな使わんけど、ビリジャンを買いましたね。このバイオレットも買ったけど、もう固まってもうたねこれあんま使わんの。カドミウムレッドディープをこれ買ったね、ちょっと使うかな思って。ローズマザー、あとは、ルビーレッドもそんな使わんかな。オペラのがどっちかというと僕はあのこっちのホルベインさんのね、ええかな。あとはウルトラマリンでしょ。あとバーントアンバーとバーントシェンロ、バーントシェンロ、あとカドミウムグリーンネオ、これ案外使えます。やばい、固まってきてる、やばいね。あとはインジゴとか、これもそこまで使わんかな。なんかこんな感じ、この辺の色なんかよう使うっぽいですね。あとここのねコンポーズグリーンみたいな色、これすごい使う。うわ、やばい、しまった、固まってしまったこの辺をよう使います。すいません、絵の上にドンと置きましたけど。そして白が見当たらないという、今日白いっぱい使いたいなと思って、へへへへへと思ってたのにやりだす10分前に、あれ白あれへんやんと気づいて、そして今一生懸命探してるんですけど、一生懸命探しましたよ、見つかりましたよ。考えられんわ、まあ、ええ結局見当たらんかった。よいしょ、もし質問あったらしてください。いつ出したかな、最後にいつ使ったかな。若干最近油絵をずっと真面目にこう、あの仕事の3月に締め切りの絵が4枚ぐらいあるので真面目に描いてますけど、よいしょ、そちらの方に追われて、ポスターカラーの白ですね。くるくるホリューさん、同じ色で、値段が違いがあって使われている顔料は同一の場合、購入のポイントはどこに置けばいいでしょうか。同じ色の絵の具で値段に違いがあって、業者によって違うってことかな。購入のポイントこう、僕は、あ、誰か本当にこれ、あの、水彩、あの、得意な方答えてほしいけど、僕はなんか、営業の人と会ったことあるか否かやなと思って。何これ、どうしたの、のっこさん、だ、何これ。兄ちゃん、なんか、兄ちゃん、あ、お兄ちゃんに言わん方がいいな。ありがとうございます。なんか知らんけど、ものすごい額を。いやー、そんな、ありがとうございます。そんな高額な。ありがとうございます。正直 YouTube 自体はずっとね、基本いろんな意味で伸びつつ、ゆっくりね、すんごい遅いペースですけど、もうアホみたいに遅いペースですけど、ゆっくり伸び続けてきてるんですよ。登録者も毎月600人か700人ずつほとんど変わらず伸び続け、多く爆発することは一切なくいろんなもの意味でもうほんとほとんど変わんないんですよ。よくこう YouTuber はあの CM の収益がうんぬんかんぬんとか言うて言うたりしてたでしょ、一時。僕実は何も買ってないんですよ。増えてもないし、あのほんの少し増えたぐらい、もうほんとそんな感じの、あの YouTube です。ゆるーくゆるーく、だから無理なくね、このライブ配信も一番好きなんですけど、ありがとうございます。もうなんかに、なんかね、何しようか。なんかリクエストあったら言ってください。もう本当、この額もろたらなんかやりますよ、本当にね。ママさ、お兄ちゃんとかもうちょっとやけど、これそう？あ、本当？じゃあ呼ぶわね。あれ装着して。あれでしょ。はいはい。もう、いや、そんな、もうありがとうございます。もう、僕よりも、あ、それで今度また、うなぎ食べます。北海道でうなぎって美味しいんですか？どうなんですか？やっぱね、佐賀はね、あの、柳川って聞いたことあると思いますけど、もうお隣なんですよ。すぐなんですよ。そういうのもあってか、美味しいんですよ。で、本庄うなぎってね、昔、大学の近くにボロボロのあれであったんですけど、映って
あの本庄っていうところのあれ、あの地名っていうかね、でそうあったんですけど、打つって、でそこでこの間日曜日ですね、日曜日じゃ、この間あのちょっと8000円という額でちょっと動揺してますありがとう、いやもう本当嬉しいですね、ありがとうございます。まあね、鬼高評価も270何回で280回、昨日撮ってたらもう280回ですよ、淡々とやってますけどね。メディウムの含有量や、顔料の生成精度と体質顔料の割合で違うみたい。そりゃそうよね、みちみちさん、その通り。くるくるホイルさんに対しての質問なんですけど、まあだからなんかこうね、わからないんですよね、そこまではね。だからね、だから日本の会社やったらどこどこさんと、ね、ホルベインさんと草壁さんとなんとかさんと、まあ草壁さんのなんか営業の人に会ったっていう感じやから、僕の手中に必ず来てくれるっていうのやから、結構草壁使ってるという。それまでは、ね、本当松田さんが多かったですけど、松田さん透明水彩ってどうなるのね、どっか違う会社の、主民系やったっけ、どっかの代理店してはるでしょ。あ、それもつく動画作らんといかんかったな。固形の絵の具をそういえばこの間の個展の時もろたなと思って今思い出しました。ね、の工場長と飲み友達だったんですよ。今工場長さん亡くなられたんですけどね。お、どう、聞いた、テレテレテレレレテレテレテテテ迫るショッカー地獄の軍団と、おかっこいい、これやって、もっとやって、はい、変身って、我らを狙う黒い影、トークも変身、うわかっこいい、今何て言うか、オペラと、コンポーズブルーを少し入れて、何書いてんのこれ、あ、もうぼちぼち向こう下行ってもらっていいよ、ありがとう、またじゃあ来て、終わったら、書き終わったら、今ええとこなんや、パパも一番おもろいとこなん似合うねーって言ってるよ、似合うねーっていいねーってみんな言ってるね、わあ来た、ありがとうございました。素直に行きたかった、よかったね、長居されても困るからね、ありがとう、長居されても困りますということで出てって、うん、またまたでいい、もうちょっと待って、わあめっちゃ汗かいたかっこいいと言ってます、そういうことなんですよ。だからどのメーカーがなんかいいとか悪いとかわからないんで、実際やっぱり使ってみるこっちゃと思うんですよ、絵の具に関しては。なんかね、で初めはなんか基本色セットみたいなんで僕はいいとは思うんですけど、その中でなくなっていく絵の具が多かったり少なかったりするんで、この絵の具よう使うなとか自分のこう好みですよね、あるじゃないですかね。牛丼屋でもやっぱすき家のこれが好きやとかね、吉野家のこれが好きやとかいろいろあってね、皆さんね、何のこっちゃと、それでこうなんか絵の具会社とかの好き嫌いみたいなのが出てきたりもするんじゃないでしょうか。突然の訪問楽しいと、こっちはヒヤヒヤしますよ、もうちょっと後からと思ったからオペラと、ここ白ありますね、白オペラ、ちょっとね、もうちょっと後かなと自分の中では思ってたんですけど、ね、春は春で僕は春好きなんですけど、皆さんどうですか、やっぱ花粉症の人はやっぱ春はあんま好きちゃうみたいですもんね、きついっていう感じでしょ。僕東京にいた時あの花粉症やったんですよ。でも田舎に移り住んで治ったんですよ。これあるんですかね、治ることなんかないとか言われたりするんですけど、本当なんですよ。東京にいた時多分異常なほどストレスに苛まれ、地下鉄とかの、とこでめちゃくちゃ目かゆくてめちゃくちゃくしゃみとか出てたんですけど、実は田舎に移り住んで 1,2 年経ったらあれ治ったってなったんですけど、そんなことお医者さん見てへんと思いますけど、ありますか、お医者さん、耳鼻科の先生ありますか、耳鼻咽頭科の先生どうですか、
治ったんです。そこから15年ぐらい別に、ね、なってないですよね。花粉症であることは多分ほぼ間違いないと思うんですよ。浜松かなんかに行った時にこうね、杉かなんかがこう、春先に行って、杉かなんかの、海沿いのところに杉の木がわーっとあって、そこもう目開かなかったですもん。排気ガスが影響しているという説もある。そうなんですか。動きもキレキレでしょ。お兄ちゃん、弟も相当キレますよ。かっこいいですよ。来てくれるかな。下で音がしてる。うっさいな。うっさいな。正直組み立ての妻と2人で大苦戦してましたけどね、昨日。やっぱおじさんってもうね、目悪になってきて老眼で説明書とか読むのが一番億劫ですもんね。見えへんって言ってね、見えへんって。よいしょ。なんかね、本当こう海外の会社のやつとかも使いたいんですけど、僕田舎におるから、なんかあそことか行きたいんですけどね、世界堂さんとか、昔を使ってたんですけどね、もう今行けないから、選挙の頃あれがあるけど、それも無視しましょうね。選挙の確かこの時期やったんちゃうかな。で、まあ書いて、前後比較を常にこう見てしてあげると。本当なんか YouTube だけは、まあ、今編集を手伝ってくださってる方がいるから、すごくより楽になってますけど、作るの自体とかこう考えるの好きやから、こんなアイディアや、こんなあれやとか、こんなんどうかなとかって考え、もう自分の中の頭のネタいっぱいあるんですけど、まあ、今締め切りにちょっとね、ぼちぼち真面目にやらんといかんなと思いながら、今週は全然やってなかったですけど、苦ではないんですよね。なんかこう、こっちゃですよね。で、このライブ配信なんか、どっちかというと楽しいぐらいですもんね。だいぶ楽しいですもんね。もうちょっとこうアップにしようか。よいしょ。もし質問あったらそういう感じでしてください。よいしょ。少し拡大して、お見せしていこうと思います。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ちょっとパレットの方はあれですけども。あんま映らないですけど、少しペースを上げていきますね。でラフィーニ、僕もう2本持ってます。でもう1本が、こちらですね、OW の10。これちょっと細かいのを、まあ、また毛先舐めましたよ。やばいね、こういうのはね、教育的によくありませんので、皆さんね、舐めないようにしてください。先っぽね、どうしてもね、先っぽ尖らせたになるんですよね。で、塗り残しながらも、枝を少しこう描いてあったり、おぎそがやってたからええやってこっちは絶対ないですからね、皆さんね、筆先を舐めることはやめてください。そういうのね、ね、でも後ろもちょっと描いてみて、こう周りとのぶつかり方ですね、ぶつかり方みたいなのを少しこう注意しながら、それよりも例えばこれの近いところ、近いところみたいなところの枝みたいなのとかを、よいしょ、まだ乾いてへんね、グッ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 グ
強くこう変えてあげて、こちら前かなっていう風に見せる、そういうのをこう周りと比較しながら見てあげないといかんですよ。でモチーフの周りのところ、例えばこのね、家の例えばここの屋根の明るさみたいなのは外側から少し暗い色とかがあったら、そういうのをしっかりと丁寧に、この瞬間を丁寧にやってるんですよ。だから丁寧にやってる瞬間と、まあ、雑じゃないですけど勢いつけて描いてる瞬間とか結構あるんですね。で結構こうそこを間違ってしまうと、ずーっとこう勢いよく描いているのを真似したりとかすると、皆さん大きなあのミスにつながりますよ。よいしょ。で、ね、ある程度ここなんか他よりも強く見えてきたなと思ったら、ちょっとこれやったら強すぎるかな、また少し、今の段階で押さえておいてあげて、ちょっとまた奥にしてあげたりとかね。桜と梅の描き方の違いですが、枝の違いなど表現工夫ありますか？なんかね、梅のがやっぱりね、花ちっちゃいから、なんかさ、どうやってちっちゃく描こうかなっていうふうに思った時に、どっちかっていうとこうスパッタリングとかで、なんか偶然的なものを活かして、描いたりしてました。一方、桜はある程度、大きめのなんかボコ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 というした感じかなと思うので、どちらかと塗り残しの方で描いていきました、今回はね。でもなんか両方同じような技法で描いたらええと思いますけどね。そんなにこう違わんかなと思うんですけど、確か梅を2週間ぐらい前にあげた時はそんな感じのものをあげたり、また違う描き方もしますからね。こう今日実はアクリルかどうか迷ったんですよ。アクリルの方がもしかして皆さんにとってええかなと迷ったんですけど、ちょっとチビが起きてくの遅かったんで、準備がちょっとできんかったんで透明水彩にしました。同じこうモチーフをね、これをこの風景を今度アクリルで描くっていうのもありかなというふうに思ったりするんですけど、よいしょ。そうやると多分ね、視聴回数伸びひんです、絶対。で、やっぱりこう、見せ場のところをちょっと丁寧にこう描いていってる瞬間は、やっぱりこう、少しゆっくり描いてます。で、見せ場。そして、それよりも今度前に。例えば、ここの近似値、こう、近い距離のところの、こういうところとかに、例えば、ここのところにょこっと出てるんですけども、このにょこっと出てるところみたいなとか、そういうこう、ポイントを見つけて、このにょこっとっていうところに、ぐいっとっていう感じで、こうね、何を言ってるかわかります？ね。私の視聴者は本当に若い人が多いから、まあ平成生まれほとんどやと思うんですけど、まあね、長嶋茂雄さん的に言う、ググッと、グッグッ、ドン、ブッ、ガッガッガッ、グッグッグッガ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 ッ、ここに近いとこグッと、それでもちょっと奥いかんな思ったら、またこうティッシュでね、ぴょんとね、浸ると。近所の杉並木なくなったら花粉症になりました。おわ、本当ですか。杉本恵子さん、おはようございます。私も花粉症と思ってましたが、先日耳鼻科で検査の結果、何もプラスが出てきませんでした。多分 PM か、排ガス。あ、そうか。杉本さん、今日どちらの方にいますか？山ですか？町ですか？杉本さんはどちらですか？山ですか？あのあたりね。あのあたりはいつぐらい桜が4月の真ん中ぐらいですか。すごいとこがあるんですよね。あそこものすごいこう観光客になってんちゃうかな。もう10年以上前からあの辺は僕も知ってますけど、下手すりゃ40年ぐらい前から知ってるかもしれない。親戚の別荘があったんですよ。今年もクワガタ取りに行きたいと思います。今年のテーマはミヤマクワガタでございます。昔はミヤマクワガタってめちゃくちゃ取れたんですけどね、なんか全然取れてないですね。ノコギリとコクワ、そしてちょっとヒラタですよね。
昔はもう木蹴ったら深山ボコボコ落ちてきてたんですけどね。よいしょ、何の話してんねんって感じですね。よいしょ、ね、この辺見ると甘えきてんなっていう感じ分かりますか。楽しいな、幸せなこっちゃですよね。こんな楽しいこと仕事にできて、もうお茶なんかね、ほんと幸せですよ。もうまた昔と違って今なんか気楽ですしなんかね、なんか表現するとかっていうことになってくるとまた大きい作品とかであれしますけど、こういうのは本当にこうね、もうちょっと楽しくね。よいしょ、うん、綺麗な風景ですねと。本当にね、なんかね、映像合成あ、もう出てるか、ごめんなさい、あれ、よいしょ、まあこうね、本当にこう全体で進めていくということは、あの皆さんにとっては難しいかもしれませんけど、やっぱ覚えておいてほしいなっていうか、そういうこう訓練をですね、ぜひしてほしいなとも思いますし、やっぱりこう、作品ってね、まず、あの離れて見た時にこう全体で見えてくるわけですよね。細かいディティールとかじゃなくて、でまずその見え方みたいなのをちゃんとこうパパッとこう作れるかどうかというのはすごくこう大事です。よいしょ、あやみおばさんかな、筆さばきよく見てます。あ、確かそんなこと言いましたっけね筆さばきよく見といてください。ちょっと不透明を入れました、白ですね。まあ、あのいつもチャイニーズホワイトっていうのを使ってますけど、ちょっと今日見当たらなかったのでポスターカラーの白とかを使ってます。赤い屋根のね、家がありますね。なんやかな。よいしょ。ここにね、前まで乗ってた私の愛車がありますね。燃費悪かったけど大好きな車でしたね。本当。でこう画面見たときちょっと左上の方が少しこうなんか僕からすると弱いんですよね。でこういうこう左上の方のちょっと弱さみたいなのとかを、ここにね枝があろうがなかろうがいいんです。皆さん元の写真をね知らないからいいんです。まあ、ここの状況がしっかり見えたまま、あ、他のところを書き進めていって、9時半から始めたから1時間10分ちょっとね、ゆっくりめにこう丁寧めにやっていってますが、
で、こういう桜のこう本当隙間のところをもうギューッと描いてしまうようにしながら、あ、枝とかね。ちょっと最後の書き込み前もう一度すみません、乾燥させてください。すみません、ラフィーニの筆ね3本ですよ。もう一個なんか細いやつ今ずっと探してたんですけど見当たらんけど、僕じゃあ筆何本持ってるかって言われても正直わからないですよ。なんかこういうね、ちょっとじゃあもうなんか今日せっかくやったらそういうのちょっと見せましょうか。せっかくっていうか全部じゃないですよこれ、僕の今手に届く範囲にある筆ですよ。なんかこういうなんかセットで売ってたやつをあのベーンと2000円ぐらいのやつ凍ったりこの辺、あ、これラフィーニかな、違うな、ラフィーニもう一本確かどっかあったけどな、違うね、これはキープスマイリングですよ、キープスマイリングこっちはアーティファイって書いてますよ、アーティファイっていうのとかで、なんか、まあ、よう使うのとかを、ほんと僕雑なんで、この辺にずっとここに、筆以外もありますけど、こんな風に置いてあるってなって、最低でしょ？もう、片付けろやって話ですけど、もう、この辺にこう、だーっと置いてあるんですよ。で、それで、多分これ、何日か前にこれ買うたんですけど、この何、名村さんのこの瞑想筆、ナイロンの瞑想筆。で、これを、あのよく油絵とかで、使うときは、すみません、ティッシュ置いて、Keep Smiling と Artify っていうのがありますよ。あとじゃあ細かい描写どの辺でしていこうかな。どの辺でしていこうかな。まあ、こういうのを、最後の描写どれでしていこうか。この辺でいこうか。この辺でやっていこうか。こうやってこう山切りカットにちょうど真ん中ぐらいでチュッ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 とこう切っててね、チュッ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 、めちゃくちゃええ天気やな今日、チュッチュッチュッ、こうくるくる回してるんですよ今、わかります、くるくる回しながら、で初めは若干太めにこう僕いつも切るんですよ。で、根性なくなってきたら、根性ちゃうな、腰がなくなってきたら僕の気持ちはいつも筆の根性って言う、あ、ちょっとこう根性なくなってきたなっていう風に言うと自分の中で言うてるんですけど、筆の腰ですね、なくなってきたらもうちょっと細く切ったりとかしてますよね。で、こういうのとかで、ラフィーニはね、もう一本なんですけどちょっと今見当たらないです。まあ、こういうのとかで、それあれより細いやつで、なんか本当にこうもうすごい細い線とかをシューとか描いて、枝とかね、で、あの枝のさんですね、どうなる国会、私はどこの、ね、政党もあれですけど、特に支持してないですけどね、いつも言ってます。少子化対策、もう本当にね、僕のこうね、YouTube のこの中でもね、素敵な男性、女性、いっぱいおるんですけどね、どうですか、皆さん。僕がまたこう仲介人になりましょうか、ね。細い線引けるでしょ。ピッ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 。
で、まあ、ラフィーニを使う時もあれば、こういうこう面相筆を使うこともあれば、4次元ポケット並みに筆が出てくるってこと。でも本当に捕まえだったら、毛先切って叩き筆にしたりとか、毛先バッと潰して、なんか広がった筆を作って、なんかポンポンポンと絵の具毛先につけて叩いたりとか、なんかそんな感じに使ってるんですよ。だからもう何本あるとか言われても、もう知らんわっていうぐらいあるんですよ。で、いっぱいあるでしょ。まあ、ね、変な話プロですからね、これ仕事の道具やから、もうね、もっとありますよ絶対。もちろん油絵の筆、今のこう水彩のところで使ってるような筆ばっかやから、もちろん全然まだ今の3倍4倍ぐらいありますよ。それがプロですよ。で、僕みたいに雑な人間と違って、ちゃんとこう分けてはる塩谷亮先生とかの本とかね、皆さんよかったら買われたら、綺麗に分けてるのがあって性格やな思って、僕のこのガサツな性格はあかんわなと。まあ、僕よりアトリエ汚い先生いっぱい見てきたから、汚さで言うと僕より汚い先生いっぱいいますけど、筆のこのね量とかはなんか僕は雑ですね。まあ、人が入れるぐらいの感じには1時間あればなんとかできる自信はあるので、汚さで言うとね、もし質問あったら他してください。4次元ポケット昨日の森描く動画、何気なく緑を置いてると思ったら最後に、奥深い森になってました。ありがとうございます。ケアさんもおはようございますと。元来器用なんですね。まあ、多分、まあ、手入れがすごい、ね、器用かな、数がすごい。時間があれば自然乾燥の方がいいのでしょうか、立て続けに。いや、僕は多分自然乾燥の方が変ちゃうかなと。なんか村とかなくなる、特にこう大きなグラデーション、今日はうまいこといきましたけど、こういうところよくね、端の方がムラになって絞ったりとかしてるので、もう自然乾燥で、やっていってた方が綺麗にいくことは多いかなと思いますよ。全然全然。で、僕はもうせっかちやし、この YouTube のライブ配信もだいたい1時間ね、30分以内で終わらそうっていう風にいつも、あ、飛んでた、思ってたりとかしますので、まあしゃあないかなと思って、やってます。全然ですね。どうしても一部乾いて乾き残しみたいになったらね、そこでこううーっと乾いてっても、途中でこうね、乾き残しみたいなとこがこうなんかせり上がってくるような感じでこうムラになったりするので、乾かすんやったらば自然乾燥の方が多分ね、ちょっと誰かこれも教えて僕は実はあんま塗りムラとかそんなに気にしてないタイプで、できてもだぐらいの、軽く考えてるので、大きい作品とか書かれてるね、方とか公募展とか出してはる人とかも見てるから、皆さんはどないでかっていうことで教えてもらえるとね、嬉しいなと思います。おっちゃん本当にもね、自由な人ですからね。まあ本当にこう ね楽しくね、教本がこれと思うのがありません。図書館や美術館図書で、ね、教本ね、僕もなんか何冊か書いてるんですよでも僕もあんまりその当時そんなに水彩画ってあれやったから、ですね、教本多分悠々出版っていう、遊ぶ友の出版っていうのの、もう今から15年以上前は多分20冊ぐらい書いてたような記憶ありますよ。今書いたら売れそうな気すんねんけどなただめんどくさいからね、書くのね出版社の人どうですか、1週間もいらんわ、3日間ぐらいこう佐賀まで来てどうですか、取材しませんかね、
は原稿料安いですよ多分3日間ぐらいでずっとねあれしていて、そう全部テープレコーダーで撮ってビデオ撮っていけば一冊の本作れんちゃうかな。当時はその神田の本屋、神田のそういうの、あの会社まで行って、撮って、また1週間後に油絵やったら行ってなんか書いて、でなんかその途中でインタビューされて、なんかそんな本にしてましたよ。東京芸大の学生さんやった時ですね。今やったらちょっと東京までね、そんな感じ行けへんけど、水彩とかの方やったらね全然できますよ。こんなとこで自分の宣伝してますけどね。はい、フィアット号ですフィアットよう走りました。メーターがなぜか240キロまでついてましたね。240キロ、日本の車ってなんか180ぐらいだと思うんですけどね、なぜかね240キロまでついてました。誰が使うんだろうと思って見てました。よいしょ。大谷翔平君でも165キロですもんね。球ですよ。という感じで、最後ちょっと密度を上げていく仕事をちまちまとしながら、弟くんに来てもらいたかったですが、彼は気分屋なので来ないかな。お兄ちゃんはちゃんと来て、くれました。石垣とかももちろんね、5時間あったらどんどん書いていけばいいと思いますよ。楽しかった。水彩もね、ちょっと見てみますか。もうね、家にも置いてないですよね。倉庫に全部置いてあって、まあ絵本ないね探しに行ったのに絵本ないね。もう全部あれかな、アマゾンで買うた5冊セットで、アマゾン5冊自分で買うたやつ袋も開いてなかった今度いつか皆さんにこれレターパックぶち込み大作戦で送ってあげようか。これは油絵の本ですけどね。ね、これなんか結構真面目に書いて、ほら8ページから、うわ何年前これ。これ油絵の合わせて、やっぱ本と動画合わせてみると多分すごい分かりやすいと思うんですよね。ね、これ途中でこれ練り込み天ぷら使ってるんですよでも練り込み天ぷらの説明するのめんどくさかったから、ザザッとこう書いたような記憶あります。ここね、こうやってほら毛先を加工してるでしょ、今やってたやつね。これ2020年、5冊もあってもしゃあないからね、視聴者プレゼントにしましょうかね、ほんとね。よいしょ。もうなんかあんまりこうね、昔はこう雑誌とか載って嬉しかったですけど、もうね、なんかね、おじさんになってくるとね、もうありがたいですよ、今ももちろんね。そうやったらなんかね、本当に水彩の本とか作りたいですよね。楽しかった。この美術の窓めちゃくちゃ見ました。まだあるのですね。図書館にありました、ふみさん。本当に優しい風景です。いい感じですか？ねえ。今日焼きそばですね。焼きそばを作ろうかなと。今日僕作ろうかな。毎日ね、妻作ってくれてるから。今日ぐらい私作ろうかな。もう塩どうしよう、もうちょっとね塗っとこうかな。なんか男の子を育ててる親御さんは どうなんですか。最近若干食欲がやっぱすごくなってきて怖くなりますよね、食費が恐ろしい量食い出してますもんね。どうなんですか、男の子育てられた親御さんはどうですか。これちょっとこう、もうちょっと書き込みます。せっかくここまで来たんやからね。
ここから見たかったんやっていう人ももしかしているかもしれませんので、もし質問あったらしてください。もうあと10分ぐらいで終わろうと思いますので、よかったらして質問してください。今日も喋りながら書いてました。スパちゃん本当ありがとうございました。なんかモチーフとかなんか買おうかな。ね、それでなんかリクエストあったら、全然この方のリクエストあったらあれしたいぐらいだけどね。上野に行きます。芸大美術館に今度行ってみます。行かれたら、上野行ったらすぐですからね。今何やってるか知らんけど、卒展とかも終わったんですかね。2月3月かも終わったぐらいかな。受験とかがあるから、その辺をちょっとチェックしておかないと、行って、あ、受験で入れんっていうこともあると思います。受験じゃなくて入れたらね、建物の中とかは多分入れないと思います。そこは注意してください。ただ、外側、美術館は入れますけど、プラスその外側とかを少しこう、岡倉天心像とかね、バルザックとかあったりしますので、そのあたりは多分いけると思います。ごめんなさい、芸大関係者の人もし違ったら申し訳ございません。私たちの時代は散歩に来てるおっちゃんとか入ってましたので、大浦食堂という学食の前とかで犬連れてるおっちゃんとか全然いましたので、今は知りませんよ。ごめんなさいね、セキュリティ厳しになってたらごめんなさい。私たちの時代はぬるぬるやったから。へえ、楽しいな。まあ、こんなね、本当にこう嫌いにならんような好きなことをあれしてできるようになった、もう親に感謝ですよね、もう本当にね。もう絵描けないスランプはどうしたらいいですかとかいう質問に1ミリも答えれないおじさんです。上野のなんかね、科学博物館で無脊椎動物の世界展みたいなやってて、もうやってんのかこれからやるのか知らんけどめっちゃ見たいなと思いましたよ。うわ、ええなと。こういうのあるからええよなと。あと飛び館はよう行きましたよ。もうなんか団体展のこうチケットみたいなのを東京芸大の あそこのなんや、僕がいた技法材料研究室っていう子は1階にあって、よくこうそういう団体に出されてる先生とかが持ってきて、無料券とか置いてってくれてたんですよ。で僕いつもその助手さんにちょうらいって言って、あ、いいよいいよ、持ってけ持ってけって言って、でそれで僕団体展、昔はその東京都美術館でやってたんですね。だから要は帰りとかにこう見て帰ったりとか、予備校の先生行く前にこう見て帰って、団体展は本当よう見てましたよ。こんな団体もあんねやとか、こんなんもあんねやと。よいしょ。あ、家できたね。自画自賛。自画自賛。まだまだ書けるな。家できた。今ならダブルポイントで、カートに入れました。今ならダブルポイント。アマゾンでたくさん出てきました。あ、僕のやつ？あ、ほんと？今のはこう美術のまでやけど、あ、なんとかっていう本ね。何ちゅう本かな。悠々出版ってとこでよく出してたり、一冊ってグラフィック社かなんかで出したっけな。油絵の本やったかな。覚えてないですけどね。という感じでございました。1時間、25分。結構頑張って密度を上げて書いた方かなと思います。今日何人ぐらい見てた？ 100 人ぐらい？そこまで見てない。100人中に見てた。ありがとうございました。もうすぐね、桜のシーズンになったりするので、皆さんの自分のこう地元のね、地域の、ぜひぜひ、情報を早いうちから集めておくことが大事ですよ。もうなんか、先終わって、行ったとかね、ならんように、どれぐらいの子、今やったらもう本当に、いつぐらいから、咲き始めかなとかっていうこととか、あ、ごめんなさい、ですね、満開、
満開時期どれぐらいかなとか、あちょっと日曜日混むかもなとかね、なんかこの日行けるかも、平日やったらこの日行けるかもなとか、でなんかこう引きのお写真もあってと思うんですけども、なんかアップで、撮ってあげるということもあってかもしれませんし、なんかそういうふうにこういろんなこうパターンで、写真とかも撮られたり、もう現場でかけそうならば現場でぜひぜひ、かけはったらええんちゃうかなという感じでございます。 うなぎ屋さんに先生のうなぎの絵があったら素敵かも。本庄うなぎにメールしといてください。たまになんかあの打ち合わせとかであそこ使いますけどね、昨日印象派の、あ印象派ね、図書館があるのを知りました。東京都美術館の中に図書館ある。あそうなんや、うなぎ屋さんにうなぎの絵があったら今気づきました。レンさんこんにちは、マシカシ様ありがとうございました。MM さんありがとうございます。ラララララ、アートコレクターズというのも先生のですか。アートコレクターズも何本か表紙とかもなってやって、昔やったらね生物画のなんかとか2007年とかやったかなとか、何本かありますよ。風景のね2020年か21年にね、あれコロナの時から20年かな、20年の何月号かなんかのローマかなんかが表紙になってるやつは僕の絵ですよ確かね、ありがとうございましたということでございました。あキノコファクトリーさんもメンバーシップあれあなってくれたのかな今ね、ありがとうございます。以前なってましたね。伊藤千恵さんもありがとうございました。 お兄ちゃん弟を呼びませんでしたけど、ということで終わります。以上です。終了。